さらにご案内申し上げます。まもなく11時15分よりこちらごまちゃんデッキ潮風広場にてペンギン、そして駒沢アザラシの球児解説ペンギン、失礼しました、フィーリングタイムを行います。まずは今、外に出てですね、広場に向かっているケープペンギンたちの餌やりを潮風広場中央の丘の上で行います。そしてペンギンの餌やりが終わりましたら、ゴマちゃんデッキの中のゴマフアザラシのトレーニングを行います。まずは歩いているペンギンたちの餌やりですので、皆さんペンギンと一緒に、広場中央までご移動いただければと思います。それではお時間まで今しばらくお待ちください。Thank you.